シルバーリンクの321系電車シルバーリンクトレインズは1997年から2007年まで営業を行っていたイギリスの列車運行会社であるイングランド、ロンドン北部の近郊、通勤列車を運行していた。段階的に行われたイギリス国鉄分割民営化により1997年3月からバス、鉄道で ナショナルエクスプレス社の下での経営。ロンドンのターミナル駅はユーストン駅で路線はロンドン北部の郊外をカーバーするシルバーリンクメトロとロンドンとミルトン・キーンズ、ノーサンプトンを結ぶ近郊都市を結ぶシルバーリンクカウンティーに分かれている。シルバーリンクカウンティーの列車はかつてバーミンガムまで乗り入れていたが2004年9月よりノーサンプトン以北の運行は 同じナショナルエクスプレス参加の姉妹会社セントラルトレーンズに変わった。シルバーリンクメトロの路線は交流電化区間と第3期場750ボルト直流電化区間があり、副電圧対応の電車が導入されているほか、ゴスペルオークとバーキングの間は機動車による運行となっている。シルバーリンクカウンティの列車はブレッチリーとベッドフォードの非電化支線以外は、 交流電車が使われている。シルバーリンクの路線営業券は2007年11月11日午前2時をもって満了する。同日以降、シルバーリンクカウンティーの路線はワーミンガムなどのウェストミッドランド地方の列車を運行する新会社ロンドンミッドランドによる運行になる。シルバーリンクメトロの路線はロンドン交通局の管理下に置かれ MTR ライング社が ロンドンオーバーグラウンドのブランドで運行を行う。MTR ライングは、香港 MTR 社とジョンライング PLC の合弁会社である。営業路線と従業員は、新しい組織に引き継がれ、ナショナルエクスプレス社及びシルバーリンクの名前の下での営業は終了する。ありがとうございます。